安倍忠し週9月8日1939年11月7日は日本陸軍の軍人。陸士19期。最終階級は中将正4位、訓位投降3級。日中戦争にて八祖寺軍との交戦中に戦死し、中将としては帝国陸軍の創設以来初の戦死者となった。青森県旧北津軽軍七和村羽木沢出身。 1907年5月、陸軍士官学校を卒業。同年12月、不評第32連隊不承認。第8師団副官、第18師団参謀、仙台陸軍共同学校学生隊長、不評第32連隊長を経て、昭和12年8月2日、陸軍少将、不評第1旅団長、昭和14年6月1日。 中毛軍令下独立混成第二旅団長に就任。同年10月26日、対抗山作戦に参加すべく、独立混成第二旅団から、独立不評、第二第四大隊約1500人を率いてカルガン口を出発した。八素寺軍第1 2 4と交戦続いて11月3日には、河北省原県の八素寺軍神佐し式軍区第一分区との、 戦闘を計画した。だが部隊は、瞬間な大抗山の地形を巧みに利用した八素地軍のゲリラ戦法に苦戦し、部隊の救援のため11月5日夜に、カルガンボク、6日に四角章と、さらなる奥地へと進撃していき、7日にオードレエへと到着した。安倍を戦死させた、迫撃砲だが撤退したと思われていた八素地軍は、 そこで密かに旅団を包囲網に誘い込んでいた。完全に策略に陥った、安倍中将は16時頃、第1分区第1弾により、民家付近で指揮を取っているところを発見され、同部隊配下の迫撃砲を受けた。砲弾は、安倍の数歩手前で炸裂し、左腹部、両足の十数箇所に致命傷を負った。しかし阿部はなおも引くことなく、最後の力を振り絞って、指揮を続け、 同日21時50分頃池を引き取った。去年52、陸大は出ておらず、自身の能力と人脈で召喚まで登り詰めた、いわゆる無点組のトップといえる人物だった。事実、温厚特実かつ勇猛果敢な性格で、部下からの信頼も厚い人物だったとされる。安倍中将の死後、指揮官を失った残存部隊はますます窮地に陥るが、 独立混成第二旅団の残部と、第26師団、第110師団続いて航空機部隊の支援を受け、合意網を突破。逆転して、劣勢となった八祖地軍は撤退した。なお、この戦闘により、楊茂武は、毛沢東より電報で賞賛を受け、また、安倍中将を直接攻撃した当時18歳の兵士、林樹は、この功績により、抗日英雄として、 神報酬の称号を与えられた。現在、この安倍を戦死させた迫撃砲は国家一級文化財に指定され、北京の中国人民革命軍事博物館に陳列されている。なお、初の召喚戦死者は日清戦争の大事安順少将。ありがとうございます。